巨人加盟外野守備コーチ、オドワの外野守備はウォーカーよりは良い。新助っ人オドワは外野ほぼ素人、ウォーカー指導の実績持つ加盟コーチの見解は？打撃が期待されるオドワは守備ではメジャーで二塁での出場が1067試合だったのに対し、ライトでの出場はわずか9試合。事実上の内野手に対し、どうやって外野守備を教えていくのか。加盟コーチ、二人カッコウォーカーとポランコを見ているので、オドワについてはそんなに心配はしていないです。そらウォーカーより悪い奴なんざおらんやろわらわら。まあまあまあ。それはそうやろ。またあの悪夢が蘇るんか。比較対象がね。比較対象のウォーカーより下手やったら外野守れんやろ。守備はともかく打撃はウォーカーより打てんやろな。当たり前だろ、ウォーカー以上の打撃なんてそうそう引っ張ってこれんぞもう。加盟コーチセカンドとライトは守備位置からの景色がそこまでは変わらないので、すぐになれると思います。高田茂がレフトからサードにコンバートされた時から思想が変わってねえじゃん、巨人軍。オドワがセカンド、吉川直樹がライトという選択肢も生まれている。